は野田チャンネル。はい、どうもどうも、東京どうも、イエーイ、めっちゃほでー、じゃんけんぽい、ということで、よろしくお願いします。ね、届きました、重たいです。16キロです。ね、郵便屋さんも、なんで今日、なんていうんだろう、あれ。こうガラガラガラってやつ。あれで、あれで持ってきてくれました。重たいです。ね、トレカは重いんですね。おっと、ちょっと待ってください。今ちらっと見えたらこれ。これだけちょっとくださいね。これは、納品書でございます。納品書はね、はい。よかった。はい。こちらでございます。トレカ、ね。こちらまで8キロ、数量限定特価4980円を2つ買いました。9960円、なんか手数料入ってね、やったね、ということで、ね、開けたいと思います。ダンダダン、いきますよ。ほやーはいやー、なにこれ、来てますよ。なんかでも同じようなカードがまたいっぱい入ってる気がしますね。これで約1万円いかがですか。やべえ、やっちまったなっていう感がちょっと否めない。同じカードでしょうこれ。いっぱい入ってる気がします。じゃあこれね、見ていきたいと思いますね。まずこの辺はですね、もうポケモンのカードですね。あ、輪ゴムついてる。輪ゴムはやめてほしいね。またいつものようにキラーカードだけ別にします。遊戯王とかあるの、ノーマルですねこれね。はい、ね、あ、全部ノーマルですねこれね。はい、この辺もそうですかね。ポケモンカード全部ノーマルかね。なんかおまけみたいにポロンと置いてったのかな、それともただ輪ゴムが外れちゃっただけなんでしょうかね。ワンピースも入ってますね、この辺ね。はい、全部ポケモンですね。はい、あ、違う、ワンピースが1個入ってるね。はい、さあさあさあ、もうワンピースですね。はい、これですよ、来ましたね。いきなり来た。お、なんかドラゴンボールも来てますよ、これ。ねえ、なんでしょうか、これ。ね、ガンダムか？ガンダムなのか？ゴーダーン！来ました。これ何？これ SD ガンダムですか？ニューガンドラン、ランダー。ね、これガンダム、ガンダムなんだけど、なんかちょっと違う、なんかよくわかんないやつですね。よくわかんないガンダムってことですね、これね。はい。SD ガン、これガンダムですね。はい。これもね、バンダイのやつ。これですよ、こういうのがね、ちょっといまいちよくわかってないね。ほら、ガンドアーム、これはね、あ、でもこれ許可はね、もらってるんですけど、ガンダムだけど、なんかこう、ちょっと違う SD ガンダムみたいなね、なんか。これゼータガンダムですね、ノーマルですね。うわぁ、ノーマルだ。ね、急に。これも、もう、ね、査定0円。残念。残念ですね。これだって、あれじゃない？未開封ですよ、これ。これね、ウェハースのカードですね。開けてないです。これまた、ね。あ、ここにもありましたね。ポケモン。おう。ちょっとこっち行きますか。うわー、ポケモンだ。ポケモンの在庫処分が始まったんだね。やっぱね、ついに。これなんとかセンターですよ。福袋センターでしょ。やっぱ在庫処分が始まったんですね。ついに。もう来年からは、みたいなところもあるかもしれない。もうすごいこの、なんていうんだろう、偏りがすごいですもんね。やっぱノーマルは、なんていうんでしょう。カードゲームをやらない人たちが集めるとこういうことになるんですよね。ノーマルはいらねえ、みたいな。実際遊ぶわけじゃないから、みたいなね。ところになっちゃうんですよね。もうその、何？高いレアカードだけ欲しいっていうね、ノーマルどうでもいいみたいな、ね、うわー、でも本当にノーマルですね。やばいね、これ。ほら、これ全部そうでしょう。この時々ホイールがね、混ざったりする場合もあるんですけど、まあさすがにお店ですから、見間違えて入れちゃったみたいなあんまりないと思うんですよ。時々あるんですけど、それお店さんのこれね、福袋セットですから、そういうのはなさそうっすよね。ほら、全部だ。ポケモンだ。ポケモン、こういう時代がやってきたね。本当に。ね。まあね、よく言いますけど、人のブームは半年、っていうね、よく言いますから。
ビジネスもね、そこをね、狙っていかなきゃいけない。シャドーバース、エボログって書いてある。うわー、マジかー。うわー、枚数もちゃんと書いてあるから。キラから入ってるかもしれないけど、ノーマルということにしておきましょう、もう。ね。うわー、シャドーバースだ。うわー、ちょっとこれ。やべー、やっちまった感がすごいな。ほら、さて、椅子なし。これだけ開けてみます、一応。なんかちょっとだけね、端数を入れた感じなのかな。アイドルマスターですね。ほら、ダメだ。この白の、そうか。ちょっと分厚いのがあるんですよね。うわ、馬娘のバージョンだ、これだもん。ね。うわ、このまま置いとこうかな、これ。あ、これミクロスですね。イクロス、あ、書いてある。3508枚。ね、そんなにある？3000枚もある？これないでしょ、こんなに。ないよね。間違ってね。3000枚ってえらい枚数だけど。300枚とかじゃないの？え？嘘でしょ？ダンボール、3000枚したらダンボールすごいいっぱいだよ。馬娘とアイドルマスターうわー、なんかシャドーバスターって、そんなに入ってる？これ入ってないよね。300枚、これなんかおかしいな、数間違えてるな。あ、抜いたのかな、なんかね。あ、そうかな、売れそうなやつだけ抜いたのかな。あ、ほら来た、もうそういう時代だ。ワンピースもやばいよ、やばいよ、やばいよ。チェーン、やばいやばいよ。うわぁ。全部ノーマルだろ、これ。うわぁ。うわぁ、これは来てるね。もう、輪ゴム取るのもあってやりましょうか。これは来てるね。全部ワンピースですね。でね、ツイッターで見たらね、今度ドラゴンボールのカードゲームもね、始まるらしいんです。アニメが多分始まるからだと思うんだけど。ドラゴンボールもね、めちゃくちゃ出てるからね、カード。また新しいのが出るんだっていうね。格闘ゲーム、カードにするってなかなかあれですよね。これ、赤でもこれあるかな。やっぱね。そういうことね。モリアだ。リーダーカードってやつかね。ちょっと輪ゴムね、これ本当はね、早く外さないと輪ゴムの跡がついちゃうんで、やりますけど。これ。うわー、全部ワンピース。うわ、こういう時代ですよ、もう。あー、マジか。あ、輪ゴム取れた。やっちまった、時間がかかる。このままね、いつもこうやって輪ゴムで止めてるからね。ほら、結構ダブってるね、ほらね。はい、隙間に、ね、ポケモンカードが落ちてましたね。こういうのはね、もう大体、あまり面白くないところ。もうだいぶノーマルですから、うわ、だいぶワンピースだね、今回。在庫処分だから。あ、こういうのは、あ、ファイナル、懐かしいファイナル。ほら、もうちょっと違いますよ。こういうの違うんですよ、やっぱり。ちょっとこれ見てみましょうか。もうね、在庫処分のやつは、はい、こういうふうに、ね、輪ゴムでもう止めて、なっていきますから、こういうのはまたちょっとね、ポケモンのシールですかね、これ。シールが袋入ってるのか。あ、シールだけじゃないね。ちょっと。ポケモンのシール。ね、はい。これはワンピースか。ね。シールです。これなんだろう、これ。何ですかね、これ。ちょっとごめんなさい。よくわかんない。ゲームかな、モンストかなんか。うるせえ奴らとか、リコリスなんとか。お、来た！ファイナルファンタジーのカードゲーム、キラカード。来たー！あ、でもちょっとしかない。ファイナルファンタジー、あとはない、なさそうですね。ということは全部ファイナルファンタジーなので、ちょっと。ファイナルファンタジーのカードもね、ち
ょっと俺もよく詳しくわかんないんですけど、こう黒版と白版が、あれ全部黒だな。なんか白版もあるんですよ、確かね。なんか、あれないね。俺は嘘ついてるみたいになっちゃう。なんかね、あるんですよ。なんかどういう理由かちょっとよくわかんないんですけど、そういう種類があるのかな。全然ノーマルっすね、ほら。束ねては大体そうですね。分けては大体ね。ポケモンのカードもね、こんなか。輪ゴムが取れちゃったのかな、やっぱり。この辺のは。ね、はい。ポケモンはノーマルっすね。ポケモン。なんか束ねてあるやつはガッと開けますから、ちょっとこういう明らかだろってやつはこれね、ちょっとポケモンの開けたら楽しくなるかもしれない。この辺のはもう明らかノーマルワンピースとね、ポケモン、ね、あ、遊戯王、うん、ノーマルですね。あ、来ました、今度は遊戯王です。遊戯王ノーマルですね、昔はこの青カードなかったから、もうこういう時代になったんですかね、遊戯王もね、ノーマルです。うわ、しかも似たようなシリーズ、同じようなの、ほら全部そうだ、ほらこれ在庫処分ですね、明らかね、うわマジか、来てるな、ね、あ、ポケモンが混ざってる、ほらね、こういうことをやるからですよ、これ、ま、あ、でもこれ、あ、ちょっと違うか、キラーカードがノーマルになっちゃうからね、集めてる回が、ほらもう同じシリーズですよ、多分。おっと、落ちた、落ちてもね、バラバラにならない。さすが輪ゴムで染めてる。あとはノーマルかな、これもね。さあ、あとはどうかな、うん、ね、これもあれです。ね、シャドーバースね。これもそう、メルヘブン100枚。ノーマルなんでしょうね、これね。これは何だろう、でもデジモンは、でもこれ違うな、カードが違いますね、ほら上から見て、これほら一緒でしょ、これね、これ開けてみますか、100って書いてある、ちょっとうるさない、いつもそうなんですけど、このキュッキュッキュッうるさいの、ビニールが、すいませんね、やめちゃうか、もう開かない、うまく、できればね、捨てるんじゃなくて使い回したいんですけど、このフェイトのカードゲームですかね。お、来た。なんだこれ。あ、バイ、ウバイスシュワルツ？銀玉。あ、銀玉のキラー。ねえ、来ました。これなんだこれ。あ、ウテナでしたっけ？ウテナカードですね、これね。ウテナカード来た。あ、で、ここがデジモンですね。裏面書いてあってさ。ん？これ光ってるね。あ、光ってる。あ、ん？なんだこれ。エヴァンゲリオンがなんか違う。エヴァンゲリオン関係ない。ねえ。ねえ。中学2年生でしょ、これ。ねえ。あんまり、そういう目で。ね、自分ちにも子供がいるとね、そういう目で見れなくなるよね。さすが。大人っぽいなぁっていうね。まあ、中にいるんだろうけど。はい。エヴァの呪いでしたっけ、ね、乗ってる人間はとそうだねみたいな、まあいろいろね設定があるならば、かわいいね、ちいかわのカード、ね、あ、カメラで来たけど、これキラーにはなる、これもキラーにはならんでしょう。あ、来た、遊戯王光ってます。あ、ここ3枚だけだな、ね、これ表面光ってるだけ。あ、ゴールドレアですね、これね、ゴールドレアとか言ってる人いるのかな、この辺はウルトラ。これはパラレルだな。ノーマルだ。うん、これもそうですね。まあ、細かく言うと、なんか、レアなんですけど、別にキラーカードじゃないか。あ、トリシューだとか。昔は高かったんだよ、この辺とか。でも、これもこういうね、パラレルですから。お、そして、
これはバトスピです。バトスピのキラーカード、うん、ノーマルではないね。あ、全部光ってんじゃない。やっぱりこうやってね、袋分けするんですよ最近は。これカメラだからでしょ、うん、でなんかこっちが光っちゃうってね。おー、これはやばい、マジシャンガール。これ多分状態がね、これね毎回そうなんですよ。これね、こういう高値で多少ね取引されたりするやつの状態が悪いんですよ、ここだからね、福袋入れられちゃうね、これ。多分普通に売ったら多分クレーム来るからなんだろうな。うん。まあほら、ちょっと状態悪いですって言って書いてね、売ってもこれひどすぎませんみたいな、ちょっとじゃないんですけどみたいなね、この、人によってちょっと違うからね、これバトスピですよね、色ね。これ、あれだ、デュエルマスターズ。ね。はい。これ何これ?爆弾。おもちゃと一緒じゃないと、使い道がないカード。はい。で、これ、バトルスピリッツ。ね。キラーカードやりました。さあさあさあ、この辺はね、あれかな、キラカードが出てもあんまりなんだよね、正直なところ。うん、これ黒猫、やっぱね流行ったゲームって、あ、黒猫では白猫プロジェクトね、カードゲームがね出来上がっちゃうんですよね、どうしてもね。これノーマルですね。あ、スリーブに入れてあります。これキラーではない、表面が光っただけ。これもねパラレル扱いですね。これもそうだね。はい、こっから、うん、これもキラー、表面だけだ。こっからですね、来た。あら、まだ違う。これすごいね、なんかすごい大胆なこと言ってます。1000を超える、うん、なんかすごいキラー、キラーカード、あらね、うわ、これこっちがね、はい、あら、白猫プロジェクトね、はい、なかなかね、いい感じの、ちゃんとスリーブにも入れてるし。さあ、これもじゃあちょっと開けてみますか。よいしょ、はい、これですよね、最初表紙。これどうなんでしょうね。お、ドラゴンボールできましたね。うわ、これもでもノーマルだろうな。この辺バイシュシュバルツですかね。はい、特に光ってない、うん、いろんな種類が入っていたっていうだけですね。はい、これいきましょうか。あ、これはあれだな、ウエハースだな。これ進撃巨人のなんかローソンのやつ、あ、これなんか雑誌のやつかな、なんか BL 系なのかな。で、これはなんかウエハースみたいなやつかな。クロコのバスケね、特にない。これ、あ、これは何、単体2枚。あ、クリアカードですね。エンデバーさん。はい。こういうのが入ってるのか。単品、あ、新銀一。こう。ね。光ってます。あ、俺これ最後にすればよかったな。最後にいいか。もう、シールです。ビックリマン的なやつとウエハースとまたそれとは違うやつみたいなね。はい。鬼滅の刃ですね。はい。これウエハース系か。でお菓子考えたやつな、これ。ね。うん、こういうのは開かれるとかところにあんまりいないからね。はい。そうですね。はい。鬼滅の刃でございました。これは一緒だな、多分。ね。大きく振りかぶってるのカードです。ね。これ一緒。あ、これ、あ、いや、俺タイガーバニーってダメなんだ。いや、作品としてはいい作品なんですけど、あんまりね、グッズがね、グッズ買う人少ないんだよね、これ多分。そういう作品じゃないんでね、なんか、そう感じます。ファンの方もたくさんいるのは知ってるんだけど、あんまりグッズがね、正直なところあんまり売れないっていうね。これね、馬娘のシールですよ、これね。これタイガーバトマン、ん?これジョジョじゃない?うん、ジョジョですね。ジョジョとタイガー&バニー。でも、うん、ほとんどタイガー&バニーですね。うん、なんかね、タイガー&バニーのね、グッズがね、なかなか、あんまり、動かないんですよね。シール入ってるから。シールも入れていこうっていう感じなのかな。これね、シールでしょ。はい、配給のクリアカード。ね、悪くはないですよね、これね。配給なんかずっと人気ありますからね。あ、これなんだっけ、第五人格でしたっけ、アイデンティティか。これなんだろうね、これ
何ですかこれ、わかんない。あ、ワンピース。ね。これウエハースですよね。はい。で、銀玉、鬼滅。これが魔法使いの約束かな。ね。おー、あ、ガオロード。今まだやってんのかな、売ってんのかな。で、これがフェイトですね。で、ワンピース。あ、これテンスラスね。で、配給に戻りました。で、銀玉、配給ね。はい。あ、これ3枚しか入ってないね。これなんだろう。キングダムハーツだね。いいですかこれは。ウエハース簡単なやつね。はい。これ1枚。これ5等分の花嫁ですね。顔が見えない。これも1枚しかない。ビーストウォーズ。これさ、おもちゃ買ったら入ってるカードじゃない？これ違うかな？わかんない。はい。これなんだろう。1枚。1枚、これドラゴンボールですね。ね、アマダ製です。ね。何カード出すではない。カード出すではない、PP カードってやつかな。ね。PP って何なんだろう、よくわかんないけど。バンダイさんじゃないやつ。みたいなね。でも、別に、アマダさんが作ったやつだから。これ何ですかこれ。ダンガロンポか。のカードが1枚ですね。絵柄がわかりません。これも1枚ですね。これなんだ。ガンダム？あ、スリープ取れたわ、これ。ガンダム、ゼータガンダムですね。はい。もう知らない人、Z ガンダムって言っちゃいますから、これもう、びっくりしちゃうんだけどさ。間違ってない、Z だから間違ってない。これガンダムのカード3枚ですね。これは光ってないでしょ、これ。はい、で、これも、単品6枚。なんだろう、鬼滅か。これもウエハースのやつですね。これドラゴンボールじゃない。うん、ドラゴンボールと、あ、呪術回戦入ってますね。はい。うん、なんだこれ。はい、ということで。もうちょっとで終わります。1万円なんて合ってますね。はい。1万円なんてって。なんてってわけじゃないんですけど、ね、これもシール、ウェハースのシールですね。鬼滅の刃。こいつ3枚。同じカードですかね。原神ですね、ウェハース。で、これが、また、ウェハース。これも呪術回戦だな。4枚入ってます。これ、じゃあ開けて終わりにしましょうかね。はい。はい。じゃあこれで、ね、ウェハース。とりあえず、これで全部で1万円です。さあ、仕分けが終わりました。この辺も数枚の方ですね。枚数が少ないやつですね。はい。このやつ。これシールですね。ポケモン。これ、ワンピース。これ、このビックリマンですね。鬼滅の。で、これ、馬娘。で、これがコレクションシールみたいなやつですよね。鬼滅のね。で、こっちがウエハースのシールでございます。この辺もう1枚ですね。もう1枚です。この辺は少ないですね。銀玉に関してはもう、違う種類のカードがありましたけど、もうこれ一緒にしちゃいました。はい。あとは1枚とか多いかな。これとかもちょっと、もう全然わかんなかったやつとか。ね、いう感じですかね。はい。やっぱり開けてもキラーカードあんまり入ってなかったかなって。もうごめんなさい。これはもうキラーにし、もうノーマルにしましたもん。これもね、まあね、いろいろあるんですけどね。ジャンルは。ね、これ。うん、でもノーマルでしょこれ。ほら、こんなキラキラしたらノーマルなんだよね。はい。ということで、ね、レア度はまたちょっと書いてあるんでね。あれなんですけど。鬼滅のね、カードもね。ちょっとまたこれも種類もね、ちょっと一緒になってます。でこの辺から多くなっていくのかな。はい。これなんだ、これなんでしたっけ、あ、ウィクロスね。ウィクロス束ですね。この辺、全部一本の束でしたけど、やっぱノーマルしか入ってなかったね。これでも光り方すごいんだけど、でも別に表面で塗った光ってもいいよね。これ。白猫プロジェクト。これもバイスシバルツなんですけど、いろんな種類のね、やつが多分入ってますけど、まあ同じってことでね。ね、さあ、そしてこれですね。ワンピース、遊戯王、ポケモン、そして、なんだっけ。これ名前いつもね、ごめんなさい、忘れちゃうんだよね。これね、あれですよね。シャドーバース。ね。ごめんなさい、俺やってないんでね、サプラがね。向こうの箱が、こっちの、これは関係ないですからね、これね。あれは前のやつですから。はい。というわけで、こんな感じでございます。1万円買うとこういうことになります。はい。あ、そっか。ごめんなさい、忘れてたわ。こっちがね、キラーカード。あ、ちょっと蹴っ飛ばしちゃった。で、1万円買って、あんまり入ってなかったね。
あとはほら、やっぱちょっとどうしても状態が悪いのとかも多かったから、ね、角折れてたりとか。遊戯王、まあ比較的、やっぱバトスピ遊戯王あたりがちょっとやっぱ多いですかね。で、まあ多分ね、ちょっとあの動画では出てこなかったですけども、ね、開けなかったからね。あ、これはちょっと光ってたね、感じでしたね。この辺。あんまりないんじゃないこの辺ね。なんつったっけ、あ、メルヘブンね。メルヘブンのキラカード入ってました。なんか知んねえけど。ノーマルと一緒かいみたいなね。まあまあ、集めた人がどれぐらいいるかなっていう感じもありますけどね。はい。ということで、ね。1万円で、こんな感じ。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして、高評価。そしてカードチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それであのベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。俺は100円ライターが一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ。そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。うまくない。俺は100円ライター、あいつじゃないと。ライターライターオーマイライター。ライターライター100円ライター。